さんこんにちは。今日も元気もりもり、岡本ルナです。はい、ということで今空港にいます。今はただいま8時18分です。どこ行くかと言いますと、初の韓国に行きたいと思います。で、韓国で何するかっていうと、まずルナコスメをね、いろいろちょっと最近勉強しようかなってすごい思ってるんですけど、韓国に行くとさ、やっぱ最先端のものとかもさ、やっぱ強いじゃん。コスメとかメイクとかもね、あと服とかも結構可愛いのあるよってみえちゃんとかが聞いてたんで、めっちゃ行きたいなって思ったのと、タイミングよくマネージャーの友達が韓国にいて、いろいろ案内をしてくれるっていうことなんで、この機にちょっとマネージャーと一緒に行こうかなって思って、今はここにマネージャーがいます。はーい。今回は2泊3日するんですけど、2泊3日で結構予定は詰め詰めでいろいろあるので、その様子をいろいろ撮っていきたいと思います。はい、ということで韓国に着きました。イエーイ。さっき言ってたマネージャーの知り合いのヨップさんがお迎えに来てくださって、今すごいね、大きい車に乗ってるんですけど、これからご飯行くらしくて、その前にちょっと韓国語をマッチで何も喋れないので、いろいろ教わったりとかちょっとして喋りたいと思います。私人見知りなんで。ヨップさんです。ヨップちゃんです。お願いします。よろしくお願いします。韓国語でこんにちはは、こんにちは、アニョハセヨと何があったら喋れます。一応コワンギアでは、はい、美味しい、マシッソヨ、マシッソヨ、ごちそうさまでした、チャルモゴスミダ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 。ちょっと覚えよう。今回はずっと一緒に回ってくださったり案内をしてくれるんですけど、普段は新大久保でお店を出されてるんですけど、どこのお店ですか。一応新大久保にヨップの大豚塩焼きっていう、はいはい、産業サルがメインで韓国料理をやってるんですよね、はいはい、そこで、うん、新大久保3店舗あって、東京は赤坂、新橋、あと足立に1店舗あって、全部東京は6店舗、あと大阪に2店舗、福岡に1店舗、1店舗あるんですよね。あと YouTube もやってるんですよ。聞きました。ヨップさんやってるらしくて、ヨップの台所っていう、ヨップの台所、韓国の料理を作る感じですよね。うん、すごくない。今回そのヨップさんにいるのは案内をされてるんですよ。今回は楽しむだけ、うんうん、そう、楽しんでください。そう、楽しみたいと思います。今日も楽しんでもらって、明日も、うん、もっとサプライズ用意してあるんで、ありがとうございます。明日のサプライズは多分そっと喜ぶだと、喜んでたと思います、ありがとうございます。じゃあ今から一旦ご飯を食べに行くので、私機内食をこの後ご飯があるって聞いてたんで食べてなくて、めっちゃお腹減ってるので、後で着いたらまた回します。はい、ということで今ご飯屋さんに着いたんですけど、今日はここに来ました。ウジョンっていうご飯屋さんらしくて、何のご飯だったっけな、やばい、読めないんですけど、いっぱいとりあえず食べていきたいと思います。背骨の中に空いてるものを取ったやつ、すごくない？これ食べてみてください。いただきます。いた、マシッス、チャムゴスミだ、チャムゴスミだ、待って、食べたことない食感すぎてなんで食レポしてんの。なんか食感はレバーとイカの混ざった感じ。味はどうですか。味はめっちゃまろやか、結構ミルク系かもしれない。食べてみてください。白子、あ、白子っぽい。今日はなんか本当に珍しくちーちゃんとりっくんがなぜかいるんです。本当に万々歳の昔すごいピークだった時期を乗り越えて、そんなことに最低なこと言ってる。じゃあピークってすごい忙しい時期を乗り越えてくれたメンバーとかね。いただきます。これがプルコギです。うん、美味しいでしょ。マジっすよ、プルコギ。え、おいしい。本場のキムチ、めっちゃもう美味しいものが次々あるんですけど、このユッケ、ユッケ、うん、ユッケ、ユッケすごい、やばい、なんかすごい初めてこんないっぱい食べる、やばいね、やばい、ちょっといっぱい食べていきます。ニラを入れて、こう巻いて、このソース、ソースをつけて、それをつけるんだ、つけて一緒にいただきます。はい、
急な日本語。この中で何が一番美味しいですか？でもプルコギかタンも、でもシンプルキムチが一番キムチが好きかも。でもプルコギかめっちゃ美味しいです。でもまだこのユッケ食べてないんでこちら食べます。これ1位かも。美味しいユッケ。はい、食べました。めっちゃお腹いっぱいなんですけど、で今からはヨプさんがアイスクリームの屋さんをねおすすめがあるらしくて、そこにも連れててもらうので、本当に今日はめっちゃ食べるデイだと思います。目の前にコンビニがあったので見ます。25時間空いてるってことかな。あ、待って、これよくちいちゃんが食べてました。これ買って帰ろう。あるぞあるぞあるぞ。ミンティア。もうミントっぽいよ。しかもなんかこれ糖質ゼロっぽくないなんか。あ、待って、ここキシリトールある。ガムと。でもさ、これミントのさ絵描いてあるよ。これ。やばいやばい、待って、お金持ってきてない。財布置いてきた。ちいちゃんにおごってもらいます。スマサハムニだ。じゃあ今から行きます。今日タイ人コーデ。タイ人って言うな。ルナ、ユーマくんとこの間コラボしたんだけど、ルナとユーマくんって本当にタイ人にそっくりなの。街に着きました。なんかわかんないけどさ、韓国の方の女の人のハイライト見てるとさ、みんなピンクなんだけど、さっきから3、4人お鼻に塗ってるのピンクのハイライト。チークじゃない？ピンクのハイライト流行ってるのかな。今からベルベルっていうアイスクリーム屋さんに連れてってもらいます。払ってみようかな。おごります。大丈夫大丈夫。じゃんけんで勝った方が出しましょう。最初はじゃんけんぽい。じゃあ私が勝ったりとか出す。はい、負けたりとか出す。じゃあ私が皆さんの。俺ちょっと申し訳ないから。いや全然。僕はシングルで。いただきます。何味なの？上がピーナッツと下がキャラメルで、リックはチョコミント。この街が一番流行ってる街です。靴屋さんは、あの白いとこ？あれは白いとこだ。今並んでる。並んでる、本当だ。あそこに行けるですか？ちょ、今行けます。こちら。靴屋さんに来ました。中見ていきます。雨の時にこれ入ってたら可愛くない？これインスタのやつだ。てかさ、すごいよね、雨の日にこれを考えれるなんて。3階にもあるらしくて、今から3階に行きます。おー、あそこさ、可愛くない？そんなシウソウさんから買う。ね、好きだと思った。これコラボだね、コラボ。コラボなんだって、どことのコラボなんだ。ビシとリキキムっていう。だとコラボだった。下のやつにしたい。かわいい。え、かわいい。え、茶色かわいくない？めっちゃかわいい。韓国外観がさ、めっちゃかわいいとこが多い。こういう感じだったり。怖くない？あ、かわいいワンちゃん。すいません、ちょっと離してください。やばっ、インスタのリールに出てくるよね。オリーブ屋に来ました。めっちゃある、嬉しい。あ、やば、来た。これちょっと今いっぱいちょっと見て、後で購入品紹介します。うん、いっぱい買っちゃってさ。で、さっき言ってた、女の子のさ、鼻のハイライトあるやん。あー、ピンク。あ、そう、あのピンクのハイライトを見つけたんで、ちょっとそれが今一番楽しみかも。で、チークめっちゃ買いました、リップと。はい、ということでホテルに帰ってきました。イエーイ。ホテル到着して、ちょっと汚いんですけど、こんな感じです。さっきちょっととあるハプニングがあって、ちょっとバタバタをしてて、まあ、やっと帰ってきたんですけど、ちょっとこのままもうご飯なんで、もうご飯の時間かよってぐらいなんですけど、もう7時なんで、今からご飯を食べていきたいと思います。最後ちょっとリップとかだけちゃんと塗っていこう。顔がテカってるのでテカリを抑えます。よいしょ。こんな感じで一旦じゃあご飯食べてきます。バイバーイ。
今、ケマナックスっていうお店に来てるんですけど、今このタコ専門のお店でいろいろタコの料理を食べました。すごい生きてる。今日ずっと食べてるよね。人生初のタコ、いただきます。あー、ちょっと待って。いただきます。美味しいですよ、これもいただきます。これもソースにつけた、ちょっとでも辛いかも。辛いけど、ね、うま辛い味してる。キムチっぽい。タコの頭食べてみたいと思います。すごい、こんなに黒いです。うん、美味しい。はい、ということで2日目です。今日のメイクはじゃじゃじゃーん、こんな感じです。でですね、今朝から起きてちょっと2時間ぐらい 2,3 時間ちょっと撮影をしたんですけど、その動画がまた上がるのでぜひそっちの方も見てください。で、今日はちょっと韓国スタイルみたいなファッションをしてます。でですね、ちょっと見てください。リス君からもらったこの靴で今日は動きます。今からはベーグルを食べに行くんですけど、ヤプさんが今日もいろんなところに連れてってくれるんですけど、今日はここロンドンベーグルに来ました。今日もヤプさん待って、はい、マジっすわよ。日本のパン粉違います。うん、なんかパンは一緒なんだけど、普通に味が美味しい。シンプル。最近ブルーベリーが好きでめっちゃ美味しいです。いただきます。美味しいでしょ、これ食感。え、ごまもごまも効いて美味しい。え、うまうまうま、これうま本当にうまい、美味しい。今日夜ご飯もヤップさんが連れてくれるので、夜ご飯までお腹減らしてきます。そうそうそう、もうぜひ。今日の行く店はもう今韓国の中で一番愛し熱いお店なんで、そこ食べに行くんで楽しみにしてください。また後で。はい、ありがとうございました、はい、パンを食べた後、買い物に行ったんですけど、いろんなもの見たんですけど、もう昨日買っちゃったからかわかんないけど、その今日はまだ何も買えてない。で、今から一旦荷物置きにホテル行って、で、ご飯屋さんに向かっていきます。今日は一番このマネージャーが買ってる今からご飯を食べてきます。お、やばい、雨女や、これ入れ。はい、ということでご飯屋さんに来ました。で、あとでここにメインが来るんですけど、ヨップちゃんのチャンネルの方で今から食べるので、ぜひ見てください。バイバーイ。うまい。足しとよ。はい、ということでおはようございます。昨日深夜お酒を飲んで、マネージャーと飲んで、でそのまま帰ったら部屋でポチャンを撮ろうと思って撮ってたのね。そしたら途中でもうお風呂入った後眠すぎて寝てしまったわけ。最悪と思って今もメイクはしてないんですけど、今日はなんでメイクをしてないかと言いますと、ヨプさんがいいクリニックをしてるらしくて、そこに行きます。私今年の夏本当にちょっと大事なことがいろいろあるので、今年の夏っていうかいろいろね、本当に楽しみなことと頑張りたいことがめっちゃあるので、でそれのために肌をきれいくしたりとか、まあいろいろしたかったんで、この際いろいろ教えてもらおうと思いまして、今からクリニックに行きます。もうちょっと15時間なんで今から行って、顔むくんでるし終わってんだけど、とりあえず今からクリニックに行って、今日東京に帰るので下に行きます。バイバーイ。今から診察を受けて、そこからいいやつとか紹介してもらうんですけど、ヨプさんも一緒に受けるらしくて、
明日撮影があるのでダウンタイムとかがあるその肌の治療とかはできないので、それに あんまり影響がないやつをしていきたいと思います。今から写真を撮って。이것도눈감고찍어요사실까라와이마까라와메다스베까라사이눈감으세요안녕하세요一番見えないのはどんな感じですか？なんか私敏感肌で、摩擦マスクとかもこうするとすごい荒れちゃうので、こことか、なんかそのツルツルはしてるんですけど中のシミとかになってて、肌がすごいコンプレックスなんですよ。そこをちょっとどうにかしたいなって。わかりました。今まで笑った手術ありますか？はなくて、でもあれだけあります。痛みがある手術ですか？そうです。なんか生ペンよりも、ポテンザーとか。ポテンザー、一回だけあります。効果はいかがでしたか？あ、めっちゃ良かった。いや、これが今の肌の状況の写真ですので、うん、特に全体的に顔のバランスがありそうだって、真ん中から東洋と問題があるのをある方で改善が必要ということです。ああ、では毛肌とか、色素、色素。これ私日焼けとかも結構昔からめっちゃしてたんで、多分それのシミ、そばかすみたいなのが多分ちょっと浮いてきてるのかなと思うんで、その赤い部分とか色素が悪くなる範囲もありますか？はい、良くなる時はめっちゃ良くなるんですけど、でもなんかそのこことかはもうこれは海のお水でなったんですね。海水？そう、海水がきちんと当たってそれで肌が荒れて私こうなったんで。最近ですか？そうです。本当に肌が弱くて。じゃあ、그다음은이제다양한빛의파장에따라서얼굴이어떻게보이는지설명드리겠다。네네。맞네요。위나이는옆에서위나이좀해줘요。아주같이。자, 자이거는 이게보통의빛에서봤을때부터シワを確認するための写真ですので、すごく画面に自分の顔を見せる。じゃあ、このモコンは、ヒアの結構ちょっといいです。ほっぺのところだけ少しありますが、すごい。주름도괜찮아요。シワも大丈夫です。いいですよね。問題点が色素です。全体的に赤みも結構見えます。色素の打撃の手術よりは全体的な肌のコンディションを上げる手術が一番。じゃあ、これは。자외선에서어떻게보이는지제가보기에는굉장히오픈아이디스나라피르또마타타이거이슈게키아토이카리가리마스それが硬い筋肉を柔らかくして血流の改善するマッサージみたいな感じです。それとエイゲームわかりますよね。保湿、皮膚を使った保湿です。それとまたチタンのこと、めっちゃいっぱいしてくる。タオルでも全然ないですので、スタートですぐ効果が出ます。ラインの回は全然全然できますので、先生からもそれが一番当てると話し合って、それは先に進化するようにします。時間がないですので。メイクって明日できます？今日もです。今日じゃあ、もっと終わってララフィしたら、一応一時的に今日は赤みとか乾燥になる可能性ありますが、今日は再生クリームと保湿クリームをたっぷり、はい、してください。わかりました。ということで行きたいんですけど、もう恥ずかしさと自分の顔面がバッて映るんだけど、なんか笑っちゃったんだよね、撮る時に。だから歯がすごくなんか変に加工されて撮られてて、それがヨッポさんとか行ったところで、なったからめっちゃ恥ずかしくて頭入ってこなかったの話が。けど最終めっちゃくちゃちゃんといろいろ教えてもらったんで、あと明日も大事な撮影があるんですけど、メイクができるっていうことなんで、肌治療なんでそこはよくしてもらいたいと思います。ここのヘロインは保湿なんだと思うんだ。そうだから、なんか普通に韓国やったら麻酔をさっき引いたんだけど、待合室とかでみんな麻酔塗った状態で待って、はい始めますが多いらしいんですけど、私そうだった。多分ルナみたいな肌が多分コンプレックスな方が多分来ると思うのね。もともと綺麗な人とかはさ、まださそこまで多分抵抗がないのよ、けど本当にコンプレックスな人って、ルナもさっきちょっと見られるだけでさ機嫌悪いんじゃないけど、テンションめっちゃ下がったじゃん、でもそういう人が多いと思うから、多分そういうのって待合室なんだからさ、本当にさ結構悲しいじゃん。だから本当にそういう意味ではマジでこういうとこって本当に大事だなって思う。すごいすごい綺麗。これが強いマッサージだと思ってますけど、むくみ取ったりとか、あとは血
更新してる感じ。はい、終わりました。顔がさ、すっきりしたんだけど、ここは。うん、3つ今、海外衝撃波っていうやつと、LDM と、チタニウムリフトと、ララピーリングってやつをしたんですけど、でも全然赤みとかもそんな出てなくて、てか普通にちょっとここがちっちゃくなった気がして、むくみが取れたのかわかんないんですけど、顔が絶対さっきよりもちっちゃくなってる気がします。あと肌が本当に乾燥肌っていうことで、結構保湿とかも今日しないといけないんですけど、いっぱい詳しく書いてくれたんで、本当になんか優しい人たちばっかだったんで、なんか初めてだったら多分こういうところに来た方がいいのかなと思うので、ぜひ初めて行く方とかはエムレッドっていうとこかな、うん、私の発音がちょっと悪くてあれだったらここに書いておくんで、ぜひここを調べてください。で、概要欄にも一応貼っとくので行ってみてください。ただこれめっちゃ案件とかじゃなくて、普通に行ってみてよかったなって思うとこ載っけてるだけなんで、皆さんぜひ初めての方は行ってみてください。ヨプさんがいいよって言ってくれたとこを一緒に連れてきてもらったんで、本当にマジでヨプさんには感謝をしようかなってめっちゃ思ってます。あと何が一番私は言いたいかって、すごい肌年齢をね、みゆちゃんに何か言われてたの、肌年齢を調べれるらしくてみたいな。普通って結構肌、自分の年齢より上の年齢が書かれることが多いらしいんですけど、私はちょうど同じ年齢のところだったんで、まだ一安心しました。でも本当に私は今後コスメとかいろいろちゃんと、なんて言うんだろうね、あんまさ美容のさイメージはないと思うのね。けど本当に私は今までいろいろ肌に悩んできたりとか、すっぴんとメイクのこの差が結構あったりとか、本当に実はめっちゃしてたんで、そこをやっぱいろんな方にも知ってもらって、まあ恥ずかしいんですけどね、肌荒れとかってめっちゃすごいコンプレックスとかだったんですけど、まあ、そういうのも一緒にみんなで頑張っていきましょうということで、今日この動画を撮りました。とりあえず一旦ここ出ます。バイバイ。はい、ということでエステ行ってきたんですけど、ありがとうございました、クリニックが。今回韓国の旅は本当にヨプさんにずっとお世話になったんで、本当にありがとうございました。いえいえ、はい、まだ東京でやりましょう。はい、ぜひお願いします。あれ行きたいです、クッキングのとこ、スタジオ。うん、スタジオもそうだけど、あそこ来て、あそこご飯屋さん、ご飯屋さん行きたいです。そう、昨日言った通り、うん、みんなで来てなんかやりましょう、そこで。はい、企画ぜひお願いします。はい、ありがとうございました。はい、まだ気をつけて、あとヨプの台所僕やってるんで、概要欄に貼っとくので、私出たんでぜひ皆さん見てください。はい、ぜひお願いします。ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。またお願いします。バイバイ。ありがとうございました。